ブレイク間違いなしと注目を集めている鎮西寿々歌。天テレや朝ドラなど人気番組に多数出演している鎮西寿々歌ですが、どのような経歴の持ち主なのでしょうか。鎮西寿々歌の経歴やこれまでの出演作品、学歴や家族など鎮西寿々歌について詳しく見ていきましょう。鎮西寿々歌の現在、天テレや朝ドラ出演などの経歴、大学や家族は、のイメージ、目次、一鎮西寿々歌のプロフィール、二鎮西寿々歌の現在、三鎮西寿々歌の天テレや朝ドラなど出演経歴、四鎮西寿々歌の大学や弟、彼氏も調査、五鎮西寿々歌の現在は大学生で女優として活躍、鎮西寿々歌のプロフィール、愛称、スー、スズ、鎮西、スーちゃん、本名、鎮西寿々歌、鎮西寿々歌。生年月日、1998年11月24日、年齢、20歳、2019年6月現在、出身地、兵庫県、血液型、AB 型、身長、162センチメートル、体重、活動内容、女優、タレント。所属グループ、なし、事務所、田村プロ、家族構成、父、母、弟。鎮西寿々歌の経歴、まずは鎮西寿々歌の簡単な経歴から見ていきましょう。鎮西寿々歌は、鎮西寿々歌と読み少し珍しい名前に感じますが、何でも芸名ではなく本名なんだそうです。名前の由来は、産声がめでたい歌に由来しているそうで、いかに鎮西寿々歌が両親に愛されて育っていたのか感じさせられてしまいます。そんな鎮西寿々歌は、エステアカデミーに入校し、幼い頃から関西で芸能活動を開始していたそうです。全国的に鎮西寿々歌が知られるようになったのは、2009年3月30日から出演した天テレです。2013年まで天テレ選手として活躍をした鎮西寿々歌は、現在女優として様々なドラマに出演し、注目を集めています。鎮西寿々歌の現在、ここからは鎮西寿々歌の現在の活動について詳しく見ていきましょう。天テレを卒業した鎮西寿々歌は、現在までに女優としての知名度をめきめき上げてブレイク間違いなしと注目を集めています。さらに鎮西寿々歌は現在女優以外でも活動の幅を広げているようです。詳しく見ていきましょう。現在は女優として活躍。すでにご紹介していますが、鎮西寿々歌は現在女優として活躍を見せています。高い演技力が求められる朝ドラにも出演しており、現在は女優としてブレイク間違いなしと注目を集めているようです。また鎮西寿々歌はタレントとしても活動しており、数々のバラエティ番組にも出演しているそうです。現在はデザイナー、鎮西寿々歌の現在について調べていると、現在はデザイナーとしての活動も行っていることが分かりました。正確にはデザイナーとして正式に活動を行っているわけではないようですが、商品デザイン担当としてコラボ商品を何度か鎮西寿々歌が手掛けているそうです。カンゴールとコラボ商品デザイン担当、鎮西寿々歌は2018年と2019年にカンゴールとコラボして商品のデザインを手掛けていました。2018年には鎮西寿々歌がデザインした半袖スウェットが発売されており、2019年には袖 T シャツとプルオーバーパーカーが発売されています。今後はさらにデザイナーとしてコラボ商品が発売されるのかと期待させられます。子役時代からのファンは現在の身長に驚きの声も。鎮西寿々歌の現在について調べていると、ファンの中には鎮西寿々歌の身長がかなり伸びたことに驚きの声を上げている人がたくさんいるということが分かりました。鎮西寿々歌の現在の身長は162センチメートルですが、子役時代を知る人は小さかった鎮西寿々歌がこれほど身長が伸びたことに驚きを隠せないようです。
新税スジカのテンテレや朝ドラなど出演経歴。ここからは新税スジカのテンテレや朝ドラなどの出演経歴について詳しくご紹介していきます。新税スズ歌といえばテンテレのイメージが定着していますが、実はこれまでに様々なドラマやバラエティ番組にも出演していたことが分かっています。新税スズ歌といえばテンテレ、新税スズ歌といえばテンテレを思い浮かべる人が多いことでしょう。新税スズカが全国的に知られるようになったのもテンテレでの活躍あってと言っても過言ではありません。テンテレのテレビ選手として活躍。新税スズカは2009年3月30日から天才テレビくん MAX にテンテレ選手として出演し、第天才テレビくん MAX を含む2013年までのおよそ4年間テンテレ選手として活躍をしています。テンテレ卒業後のバラエティ番組出演は2013年にテンテレを卒業した新税スズカですが、その後もバラエティ番組に出演し活躍を続けています。新税スズカはテンテレ卒業後にはどのようなバラエティ番組に出演していたのでしょうか。バラエティ出演経歴、小籔が写真写真館。テンテレ卒業後すぐに新税スズカは CS フジテレビフジテレビ1で放送されていた小籔が写真写真館の MC に就任しています。2016年8月まで MC として活躍していたそうで、小籔和豊と共に番組を盛り上げていたそうです。バラエティ出演経歴、にゃんちゅう、宇宙、放送中、新税スズカは2018年4月から NHKE テレで放送されている、にゃんちゅう、宇宙、放送中の12代目お姉さんに就任しています。長寿番組のお姉さんに就任しているところを見ると、今後さらに教育テレビ系で活躍していくのではないかと期待させられてしまいます。新税スズカのドラマ出演経歴。ここからは新税スズカの女優としての出演経歴について見ていきましょう。まずは新税スズカの出演したドラマからご紹介していきます。ドラマ出演経歴、銀二冠。まずは2014年に放送されたドラマ銀二冠です。新税スズカは最終回に井川屋女衆として出演しています。ドラマ出演経歴、大阪環状線一駅ごとの愛物語シリーズ。2016年に関西テレビで放送された大阪環状線一駅ごとの愛物語シリーズにも新税スズカが出演しています。新税スズカは1から6話、9、10話にきなこ役で出演しており、2018年に放送された同作品のパート4にも同役で出演しています。ドラマ出演経歴、喧騒の街、静かな海。新税スズカです。なりという形ですが、みんなと仲良くなりたいなぁと思ってます。仲良くしたいという方は RT 逆さまの顔、元テレビ戦士シャープ NR さんで、気になった人を迎え、シャープテンテレ、シャープ天才テレビくん、シャープ新税スズカ、シャープ天才テレビくん、マックスシャープ大天才テレビくん。2016年に放送されたドラマ喧騒の街、静かな海にも新税スズカが出演してます。新税スズカは役名のつかない役で出演していたようです。ドラマ出演経歴、朝ドラべっぴんさん。2016年から放送が開始した朝ドラべっぴんさんにも新税スズカが出演しています。新税スズカは第113話、第115話、第151話にタミコ役として出演しています。新税スズカの出演 CM もチェック。新税スズ歌ちゃんマジで可愛いよ可愛い。新税スズカはテレビ CM でも活躍をしているようです。ここからは新税スズカがこれまでに出演したテレビ CM を動画とともにご紹介していきます。
ちらは2017年に鎮西鈴鹿が出演した LINE クローバフレンズのテレビ CM です。鎮西鈴鹿はデートの約束編で出演しています。出演 CM3 赤木乳業。少し遡って2014年に鎮西鈴鹿が出演した赤木乳業ロムネミルクのテレビ CM もご紹介しておきましょう。出演 CM4 ロート製薬アクネス。こちらはロート製薬アクネスのテレビ CM です。鎮西鈴鹿の綺麗な歌声を聞くことができます。鎮西鈴鹿の大学や弟、彼氏も調査。ここからは鎮西鈴鹿のプライベートについて詳しく見ていきましょう。鎮西鈴鹿について調べていると、鎮西鈴鹿の弟や彼氏についての噂が話題を集めていたことが分かりました。また、噂の中には鎮西鈴鹿の大学についても噂されている大学があるようなので一緒に見ていきましょう。鎮西鈴鹿は関東の大学に進学、現在ブレイク間違いなしと注目を集めている鎮西鈴鹿ですが、多忙な生活の中で学業もしっかりとこなして大学に進学しているそうです。鎮西鈴鹿が進学した大学は関東の大学のようですが、さすがに現役の大学生なのでどこの大学なのかについては公表されていませんでした。大学はフェリス女学院大学説も浮上。しかしネット上では鎮西鈴鹿の進学した大学はフェリス女学院大学ではないかと噂されているようです。ツイッターに鎮西鈴鹿が進学した大学はフェリス女学院大学と特定するツイートが投稿されていますが、この噂が本当なのかはまだ分かっていません。鎮西鈴鹿の弟について、鎮西鈴鹿について調べていると、弟にも注目が集まっているということが分かりました。鎮西鈴鹿には3歳違いの弟がいるようですが、芸能界にデビューしているわけではなく一般人として生活を送っています。現在は姉の鎮西鈴鹿の身長を超えたといった情報まで存在しています。弟がネットで話題、なぜこれほど鎮西鈴鹿の弟について分かっているかというと、実はネット上では現在鎮西鈴鹿の弟にも注目が集まって話題に上っているからです。姉の鎮西鈴鹿がブレイク間違いなしと注目を集めているからこそ、弟もどんな人物なのかと注目されているのではないかと思われます。鎮西鈴鹿の彼氏は永江良貴との噂。鎮西鈴鹿の彼氏について見ていきましょう。鎮西鈴鹿の彼氏について調べてみると、どうやらネット上では永江良貴が彼氏なのではないかと噂されているようです。鎮西鈴鹿の彼氏は本当に永江良貴なのでしょうか。永江良貴とは、ここで鎮西鈴鹿の彼氏と噂されている永江良貴について簡単にご紹介しておきましょう。永江良貴は鎮西鈴鹿と同い年で、現在は歌手や俳優として活躍している人物です。永江良貴も全テレに出演しており、鎮西鈴鹿と同時期に出演していた時期もあります。永江良貴との熱愛の真相、鎮西鈴鹿の彼氏は本当に永江良貴なのでしょうか。噂の真相について調べてみると、永江良貴が彼氏と噂されたのは2人のプリクラ画像が流出したことが原因だったようです。しかしその後鎮西鈴鹿が彼氏説を否定しており、仲の良い友人であることを明かしていました。鎮西鈴鹿の現在は大学生で女優として活躍。鎮西鈴鹿について詳しく見てきましたが、鎮西鈴鹿は全テレで全国的に有名になり、卒業後も女優として活躍をしているということが分かりました。現在は大学での勉強と並行して多忙な生活を送っているようです。今後ブレイク間違いなしの鎮西鈴鹿から目が離せません。